そしたらもうちょっと倍数とか公倍数について考えていってみようか。んなら、これどうなるやろ。四と六の公倍数を求めなさいと。命令されたと。小さい方から五つ答えてください。まあ、五つって言われんかったらずっと無限に続いちゃうもんね、公倍数も。まあ、なので、五つ出してくれたらいいですよというふうに言われました。どうしたらやろう。 公倍数っていうなこの四の倍数と六の倍数、どっちらにも出てきているのが公倍数やな。ま、なので、まずこの四と六それぞれの倍数を考えていってみようや。四の倍数はどななる四の段やね。四八十二四四十六四五二十二十四二十八三十二三十六まあ、ここら辺でいいやろ。 とりあえず、ここにしとこうか。そしたら、六の倍数はどうなるえー、6の段やから、六一が六、六二6、62、1二十四、三十、三十六、四十二、六ずつ増えていくやね。八、五十四です。ま、あこれどっちらももちろんまだまだ続きますよと。そしたら、公倍数は、どっちにも、四の倍数にも、六の倍数にも、どっちらにも出てきている数なので、 もう見つかったまずこの12ね、結構すぐ出てきました、今度は。12は公倍数になってます。そしたら、この12を最初の一つ見つけてあげたら、次の公倍数は12ずつ増えていくはずやね。確認してみようか。24でできてるやな。12に12を足したら24になってるやね。こっからまた12が増えているはずやな。ってことは36、36やね。36、ちゃんと公倍数になってるやな。 ま、なので、この四と六の交倍数っていうのは、十二から始まって、十二また十二増えて二十四十二増えて36っていう風になっていくはずやね。そしたらこれまだ三つしか、五つ出せって言われてるけど、三つしか出せていないけど、この後の二つも同じように、十二ずつ増やしていったらわかるはずやな。いくらになるか。まずこれいくらになるやろ。十六に十二足したら48です、四十八やね。十二の倍数になってるやね。 そしたらまた10に足して60やね。これで OK です。4と6の公倍数を5つ求めなさいって言われたら答えは12、24、36、48、50の5つになりますよと。これが答えになります。ま、でも、ちょっとこれめんどくさいやな。4と6の公倍数を求めなさいって言われたら4の倍数と6の倍数を全部考えなあかんやろ。ちょっとこれめんどくさいでな。 ま、でも、これって実は、この一番最初の数、十二だけ分かったら、後のやつって出せるやね。だって十二が一番小さい四と六の公倍数という日に見つけられたら、そこから順番にこの十二の数だけ増やしていったらいいんやも十二の倍数になってるやもん。ま、なので、この公倍数を、ま、五つとか三つとか求めなさいとかっていうふうに言われたら、この一番小さい公倍数だけ、 探してあげればいいんです。そこから12ずつ増やしてったらいいな。そして実はこの一番小さい購倍数にも名前が付いています。ちょっと名前付けたがりやねんな、みんな。なんて言うかって言うと、なんかちょっと長いです。技の名前みたいな最小公倍数って言います。そうでもないか。そのまんまやね。最っていうのはこれ、最もってことやな、訓読みしたら。 小は小さいってことです。最も小さい。一番小さい公倍数ってこと。そのまんまやね。ま、なので、四と六の最小公倍数って言われたら、この十0やねな。ま、なので、この公倍数を順番に考えていくときは、一つ最小公倍数を考えてあげて、そこからその最小公倍数の分だけ増やしていったらいいんです。ちょっとなんか難しそうに聞こえたね。言葉が難しいから。 ま、でも次のやつでやってみたら分かりやすいと思うで、次じゃ、6と8の公倍数を出してくださいって言われたとしようか。6と8の公倍数をまた5つ。いや、3つでいいかな、もめんなさいか。3つ出してくださいって言われたとしまするやな。6も8も結構大きいし、大変そうです。ま、でもこれ、6と8の全部をこれ書かなくても出せるよね。 なんでかって言ったら、一番小さい公倍数、最小公倍数を出して、そこから同じ数だけ増やしていけばいいの。まあ、なので、この最小公倍数を考えてみようや。六と八の最小公倍数。六と八の最小公倍数はどうなりますか、と。まあ、これはちょっと最初に書いてだそうか。六の倍数をまずどうなるかっていうと、六十二 18 24 61がま、ね、これぐらいまで書いとったら、8と公倍数が出てくれんな。1個出てくればいいんやわ。8の方は、8、16、24。これ出てきたんやな。もうこれで終わったんや。これで終わりです。この出てきた、最初に出てきた公倍数が最小公倍数になるから、 六と八の最小公倍数は、これ、二十四やねな。最小公倍数は一番小さいから一つしかないで。そしたら、六と八の公倍数三つはどうなりますかって言われたら、この二十四から、二十四ずつ増やしていくってことやろどうなる次。二十四たす二十四は、四十八やな。四十八になります。48です、またここから二十四増やしてあげたらいいやね。四十八たす二十四は、 大丈夫これ引き算で迷ってもいいけど、これは72やね。72です。ま、なので、これ72までずっと書いていたら大変やね。ま、でも書かなくても、この最小公倍数っていうのを出してあげれば、6と8の公倍数は24と48と72ですよっていうふうに3つ出してあげることができます。